はい、今回はですね、引き続きオープンショットの動画を作ってみたいと思います。で、まあ、前回まではこのプロジェクトファイルトランジションエフェクト、プレビューについて、まあ、さらっとでしたけれどもね、やってみました。で、今回はその下のこのいろんなこのタイムライン上のね、こういうここでの、まあ、一応ここで作業をするっていうことになりますので、ここをちょっと、また今回さらっとやってみたいと思います。で、前回はこの登録した1152というのをこちらの方にドラッグ&ドロップしました。それで、まあ、この状態で切ったりなんかして削除して、そしてこちらの方で書き出しっていうことにで動画を作るということであるならば、トラック1があればもうそれで十分ですよね。で、十分なんですけれども、トラック2があるっていうことは、ここをまあ例えば切ったりして、それをまた上に、あるいは別の画像をね、こういうふうな画像をここに持ってくるということもできるわけですね。で、あるいはここにあるように、これはプラスってなってますけど、トラックもう一つ上の方にね、また1、2、3のを作りたいという時にね、トラック追加やってみましょうかね。トラック追加しました。これをね、左クリックしたらね、ということで、トラック1、トラック2、トラック3というので、まあ、トラックを追加するっていう時にこれを使います。トラック1、トラック2を使ってまだトラック3が必要だなと思う時にこれを押すわけですね。で、まあ、いや、そう、トラック追加したけれども、いや、実はそれはいらないんだって言うんだったら、これで戻せばいいわけですよね。戻りましたね。これを、トラック削除っていうのをこういう右クリックしてもできますからね。まあ、上に移動とか下にとかいろいろありますけどね。まあ、いろいろ使えると思います。で、この、例えばこの、ハサミのアイコンのところありますよね。このハサミは、まあ、ご存知のように切るわけですよね。で、どこどこに行って切るとか、この矢印のこのラインね、赤いラインがありますよね。これ動かしてどこで切ろうかなってモニターを見ながらこう、探してね、切るところを。で、この辺かな、あの辺かなと思いながら、まあちょっと見ながらね、やるもよし、まあこの辺だって適当にね、まあこの辺だと思って切る、いや、やってみましょうか。で、切ってみたりね、まあこの辺でも、まあ真ん中あたりで切ってましょうか。で、ここでいいと思ったら、ここで左クリックすればいいわけですよね。あ、切れましたね。それもう切れたら、あと他に切るところなければね、なければこう矢印キーをこのやればね、戻りますから、もうなくなりましたね。押した状態じゃないような状態になりました。で、この、この矢印キーの時にいろいろこう、まあこれを移動さ、これまあクリップになるわけですけれども、このクリップをこの移動させる時とかね、掴んだままね、こうクリックしたままこう移動させると。そういうこともできますし、ここに目であったりスピーカーであったりしますけれども、この目であったりスピーカーであったりするのを、まあ、そういうふうにしないっていうね、表示しないとか音を出さないとか、そういう時にこれをこうやればね、これは、映像とか動画とか、まあ、そういうものを表示しない、音はするけれども映像は出さないという時にね、これはまあ映像も音も出さないんだと、まあそういうふうな編集の時にね、いろいろやってみて触ってみると面白いと思います。で、これでトラック1とトラック2でどちらが優先するのかということになってきますよね。ここのこれでこれが進んできて、これさ先になった時にね、どうなるかっていうことです。それは1よりも2の方が優先されますよっていうことなんですね。これこの状態だったらここで切ってたから、ちょっと絵の変化がないので、ちょっと変えてみますね。
それで、このような状態になった一番最初のやつ、最初になったやつですよね。で、あるいはこういう風な形で、まあこうしたとしますね。そしたらこの重なってるところは1の方が、いや1よりも2の方が優先されるわけですからね。だから A 動とすれば上にないですから、1の方が、ファイル化されて、そして上の方行くわけですよね。で、上の方でこう再生されていく。だからここの重なり合ったトラック1のところは表示され、表示されないということになります。ちょっとやってみますね。再生やってモニターで見てみましょう。どうなるか。変わりましたね。今変わりましたでしょ。ここのところでね、最初のところに戻りましたよ。変わりましたね。そういう風な形でこうやってきて上に行くわけですよね。そういう風な時にこのトラックっていうのは大変面白いですよね。で、そこのこのつなぎのところでどういう風に変化させるか。このトラック1のこのクリップの状態で来たけれども、こっから別のシーンに変わる時にここで変わるんだけれども、そこをいろいろやるのがこのトランジションっていうのをよく使われたりするわけですね。変化、要するにこのクリップからこのクリップに、このクリップからこのクリップに切り替わるときに、このトランジションというようなそのこの形状で切り替わる、どういうふうなのでやるかっていうことが、できるわけですよね。で、まあそんなところでしょうかね。まあ、あと、まあ、いろいろありますので、また今度またやってみましょう。それでですね、まあ、これは、リサイズツール、サイズを変えるっていうことですよね。戻すっていうかな。まあ、そういうことなんですけれども、これ押してやってみましょうか。ね、押した状態、矢印はなくなって、こちらの方にね、リサイズっていうのをね、そうすると、アイコン変わりましたね。アイコンが変わりました。で、アイコンが変わったところから、この辺で、クリックしてみます。そして左に行きますか、いや右に行きますか、まあそういう形でね、やります。で、まあ、いやそうじゃないということで、戻すって戻すということで、ね、戻る。で、これはこっちの方に行くんだけれども、どういうんでしょう、この全体的にねサイズが縮まるっていうわけじゃないんです。ここもこっからこっからここまでを表示、こっからここまでここまで表示させてたんだけれども、それをまあこの赤いのところまで持っていった場合にはここのところで止まるよっていうこと、ここのところは表示しないっていう。映像の場合、映像というか、まあ、動画のクリップの場合はそういうことになりますね。画像の場合はそうではなくて、もう一緒ですから、画像の場合はサイズを縮めて表示するその効果を足すところまでを、まあそのタイムラインの、ね、長さを、ね、決めるっていうことになろうかと思います。まあそんなところですこうかね。で、このスナップツールってなってますけども、これは磁石ですよね。磁石ですからひっついたり離れたりっていう形だと思います。で、これをちょっとね、今押された状態なんですよね。押された状態でちょっとやってみますね。いや押された状態だ、この辺だったらひっつくんだと思いますよ。ひっつきましたよね。今これ押されたような状態の時にね、ひっつくか、ここで離しますよ、クリックを。ひっつきましたよね。で、ひっつくっていうのは、ここ、これを押してるからひっついて、これを離します、クリック、もう一度クリックして、なくしますよね。なくすとどうなるでしょうか。ひっつかないですよね。ひっつかないですよね。ひっつかないです。ひっつくスナップツール、これを、左クリックして、ひっつく、押したような状態にアイコンにしてみますね。そうするとどうですかね。ひっつきますか？ひっつきましたね。
ということで、まあ押してた方がこれはまあいいと思います。でまあとりあえずまあそんなどういうかな作用をするアイコンですね。で今度はこれですけど、これはマーカーですね。印をつけるわけですよね。でまあここに今ありますから、この赤いラインのところのこの三角のところにマークをつけるわけです。いやこっちにつけたいとか、いやこっちにつけたいとかってまあこう移動させて、まあそれでまあここだとしますよね。でこっちにして、そしてマーカーをクリップと、そうするとここに緑の三角形のができます。できましたね。三角形できました。そしたらこれはアイコンは、ここに戻すためにね、こっちより右側の方にある場合はこう左の方でストップみたいな感じですので、こういうアイコンですよね。戻りましたね。あるいはこれはこっち側のここに移動させるっていうことですね。移動しました。いくつもあればそれに沿って動くっていう形ですね。でこれに関してはこの長さといいますか、これは時間軸ですからね。時間軸を拡大したりあるいは縮小したりするためのものです。だから、切るときにもう少し詳しく切りたいっていう場合に拡大して、まあ拡大はプラスの状況でしょうか。このアイコン拡大ですよね。拡大しましたね。でこの数値、これは時間の数値なんですけども、ここのところで確認しながらでも、これで確認しながら絵を確認しながらね、モニターをでやるのもよし。でこれでまああまりにこう大きくしたら全体像が見えませんよね。全体像を見るときにはこうマイナスにして縮小ね、縮小して全体像を見ながら動かすとかね、切ったものを動かすとか、まあそういう形になろうかと思います。まあ今回はこういう感じでしょうかね。でまあ今回はさらっとこっちの方をやってみました。ではまあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。